初代、坂東柿津の名古屋子三座。明治18年10月、東京地と座の、よい母大新種また六より、豊原国地下が。初代、坂東柿津とは、幕末から明治にかけての歌舞伎役者。市村座,座元の14代目、市村宇左衛門としても知られる。野号は立花や、音羽わや、拝命柿津。縄文は、柿津の時には、根割立花。 宇ざいもの時には、値上がり立花。かえもんは渦巻き。十二代目、宇ざいもの三男で十三代目、宇ざいもの弟。かええ四年に三代目、市村武松と名乗って、初舞台を踏む。明治元年八月、十四代目、市村宇ざいもを襲名し、座元となる。しかし、市村座には、この時期にも、大きな借金があり。それにより、明治四年八月、 座元の地位を親戚の村山又三郎に譲り、自らは九代目、市村柿津を襲名した。その後は、東京を離れて、京都や名古屋などで旅回りをし、明治17年東京に戻って、バンドを柿津と名乗る。その後再び旅回りに出て、明治25年には再興した市村座に出演も、したが、翌年福幕園にかかり死去した。当たり役は、 奏本中心蔵の官兵、菅原伝授手習い勘の桜丸など。役者としては、坂東か吉時代に、最も活躍し、晩年になるにつれて、芸域も広がり、和語と、実事双方に本領を発揮している。兄にあたる五代目菊五郎ほどの個性はなかったが品が、あったので、大納言と称され、また功績が鳩が鳴くようであったことから、鳩ポッポとも言われた。 用紙に三代目、坂東竹松がいる。ありがとうございます。